え、次まして、丸の内哲也さん。そうそう、鹿児島の先聞きたいの、その時。鹿児島から東京まで歩かれたんでしょ。そうですね、歩きました。歩かれた。いや、その僕、この間コラボセミナー、はい、兄貴と、レノン兄さんのコラボセミナーに行かせてもらったんですよ。はい、その時にゲストで来たはって、はい、その時にその、鹿児島から東京まで歩いた。それ何が目的やったんですか。まあ、一応ね、はい、一応その温暖化ストップっていうメッセージを発信しようっていうので、あの環境家計簿っていうのを配りながら歩いたんですけど、それも理由は後付けで、そうなんですか、そう言っていいですか、大丈夫ですよ、結構そんなのばかりで、あのまあイベントの鹿児島でやってたイベントの打ち上げで飲んでて酔っ払った勢いでね、気が大きくなってで、ちょっとなんか幕末好きだし、江戸まで歩くわって言って、こうみんなの前で言っちゃったので、それで歩くことになったんですよ。普通に、嘘で言ってて、ほんまに歩くのは。ね、なんかこそ、こう寄った時の口約束は無効とかってね。まあ、普通でしょ。本当に言うでしょ。なんかそういうのね。でも男らしいよね。自信にごまない。いや、ほんでね、それ一人で歩いたんじゃなくて、家族連れ、奥さんと子供さんと、そう一緒に。で、当然、あなたが住み作りじゃないですか。奥さん、子供さんは歩いてないですよね、一緒に。そう、車に乗って、僕をサポートしながらね。先回りして、そうそう。で、昼食とか作ってくれたりとかして。しながら、とりあえず、ずーっと歩、ただ歩だけですか、今日は。歩いて、うん。まあ、もう移動中はもう、本当歩いて。歩いて。で、まあ、ちょっと都会に、熊本とかその県の県庁所在地の都会に着いたら、そこに何日か滞在して、あの道端で、ね、路上で、はいはいはい、あの旅の資金を稼いだり、で、まあ、あの町によってはそのなんかこう温暖化ストップのメッセージを発信するイベントを、はい、あの開いたりとかしながら、はい、開いて自分で開くの、それともあの、うん、要は仲間が開いていてくれるんですか。あ、うん、もうその仲間ですよね、うん、まあ、その旅を通じて知り合った人とか、うん、ここにこういう人がいるよとか、そうやってこう前もって、準備をしてくれる、はい、その町の人と一緒にやってました。僕ね、めっちゃ聞きたかったのが、そのセミナー、コラボセミナーの時に、うん、800万の借金があって、はい、ほんで歩こうかっていう発想が分かれて、別に逃げようかじゃないんですよ ね、 あね、歩くと逃げようかなんですか。ではないですね。じゃないですよ、うん、あのそのちょうどね、はい、そのちょっと前に800万の借金があの返済し終わった。それ返済できたのすごい。え、期間どれぐらいで返済しました。ね、ピーク21の時からだから4、5年って今取り返しましたので、まあ終わって歩く、うん、歩く時のお金は何個か蓄えがあって歩いたんですか。それともいや蓄えなし。そんなのすごいのが、うん、奥さんもそれで、ね、子供を何歳ですか、巻き込んで。何歳の子供をその時、子供がね、4歳ぐらいだったよ。4歳の子供を連れて奥さんが一緒に行ってくれるってありえるもんな。それはもう綺麗な言葉で家族愛やけど、あんた自で行けるんちゃうかとかいう奥さんも、それよりあんたもっと稼いでたっていう、そうなるよ、もちろん他の仕事ないのじゃなくて、うん、あんた自行けるよっていうよ、うん、で一緒に歩くのもええよ。それはね、いいよからも最初よりなかったですよ。あの一緒にやってた時はまだ借金まみれだったから、うん、その新婚旅行とかも連れてってあげられなかった、知識もあげられなかったんで、うん、だから会社終わってね、一応嫁さんには、うん、新婚旅行行こうと言ってなかったから、うん、新婚旅行行こうよ。それも旅行じゃないですか、かっこいいよ、日本初の新婚旅行。東京まで歩きだけどさ、もうせいや、会社が出て、まあ、それをね、いや絶対楽しい、絶対面白いから、うん、もう散々言って、はい、で歩いた。ほんで途中で、まあそれで資金何個かもう集めながらずっと回って、うん、そ、集まるんですか、その資金は。それだけ、ね、うん、その頃には鹿児島でもうずっと路上3年ぐらいやってたんで、うん、これあの結構自信がもうついてたんですよ。あ、はい、あの人こう座ったらあのお客さんがこう結構泊まるようになってくれてたんで、うん、ああのちゃんとこういうふうにやればお客さんが泊まってくれるっていうのがだいぶ自信がついてたんで、はい、だからまあとはどこの町でも大丈夫だっていうのがあったから、その自信が、あのね、これちょっと、うん、あの作品をね、志村さんに設定いただきまして、これはもう自信がついてからの作品なんですか。そうですね、これ最近っていうか、これ何て書いてあるんですか。これリエっていう、それこそ嫁さんの名前なんですけどね、はい、これ何て書いてるかな、
読みますよ。自分で書き換えしてるんですよね。理恵は決して無力じゃない、理恵がただそこにいるだけで、溢れる幸せがある、湧いてくる勇気がある。あ、これ書いてあるんですね。いいですね。でも、はい、奥さん嬉しいやろな。ねえ、それまで、借金返してる時は、うん、こう営業の仕事とかしてね、はい、なんかもう、もうなんか浄水器打ったりとか、はい、であと工場勤めの時は人と接しないで、なんかもうひたすらこうマスクつけて危険な仕事とかでしたから、はい、だったんですよ。だからこの道端に座って書いてね、まあ、当時もっと汚い字ですよ。もう本当に経験もなんもないから汚い字だし、若造だから多分大してね、いい言葉も書いてなかったと思うんですけど、でもこう一生懸命ね、下手なりに書いてこう渡したら、お客さんがすっごいわーってありがとうってまた頑張るわって言ってめちゃくちゃ喜んでくれたんですよ。やっぱ伝わるんですね、そういう気持ちの。ね、そのなんか自分がしたことで喜んでもらったっていうのが、もう初めてに近いぐらいの経験で、それまであんま人に褒められたこともなかったですからね。それがこうすっごい嬉しくて、こうこんなもっと喜んでもらうためにどうしたらいいだろうみたいな感じで書いたら、なんかもうすっかりこうハマっちゃったっていう感じ。でも数々ね、作品を持ちいただいたから、ちょっと気になったんかね、動きますね。これちょっとごめんなさい、色はしてもらいますけど、これものすごい値打ちあるもんじゃないですか。ええー、これはもうパッと書いたやつ。これは何、なんかあの島佐藩の丸人寺の字が見えたんで、これね。そうなんです、こう、もう書いてね、旅を通して、僕は本当日本のことがすごい大好きだったんですよ。もう本当行くとこ、行くとこ、どこ行っても親切な人たちばっかりで、もうすごいお世話になって、日本大好きになったんですね。で、ここ、日本に生まれてよかったって思ったら、もうすごいこう、それだけでこう、で、あとその親切にされてね、こう心の底からなんていうのを感謝っていうのかな、ありがとうという気持ちがあった時に、すごい幸せな気分になれたんですよ。で、その自分の生まれた国とか土地とかに、好きになるって、それだけで幸せになれるかなって思ったら、他の人たちにももっとそんな風に思ってほしいなって思った時に、移り住んだ京都でね、はい、今は京都にお住んでるんですね。京都に住んでるんですけど、はい、鹿児島にはねって500年ぐらい前にね、作られたイロハウタっていうのがあるんだよってこう教えてもらって、どういう内容のイロハ歌なんですか？これね、イロハ全部で全部こうイの歌、ローの歌、ハーの歌っていう五七五七七で和歌になってるんですけど、はい、ね、ちっちゃい時に、例えばこうちっちゃい時におじいちゃんおばあちゃんがね、こう言ってくれたよう な、 なんかこう弱い者いじめをするなとか、嘘つくなとか、なんかその友達とはこんな風に付き合えとかっていうのがね、そういうのがこう47本の歌に全部書いてあるんですよ。生活の基本、西郷隆盛もこれが大好きやん。そうですね。あ、そうなの。西郷さんもちっちゃい時にそれをね、習ったって言われて、僕ね、ちょっともう時間がないんであれなんですけど、堀本さんにぜひとも聞きたいのがね、今これ見てくれてる中で若者で、夢も希望もない子がおったりとかして、でも何かやってみたいねんけど、よう一歩踏み出せへん。でおそらく堀本さんみたいなとか、方とか天竺マンとかね、そういった方たちに憧れてる方たちってたくさんいてると思うんですよ。でもやっぱり怖いじゃないですか、最近見えない。それはちょっとね、おそらく芸人も一緒だと思うんでね、芸人。いや、僕らとしてはレベルが全然ちゃうからね。そういう中で、その、どうなんですか、その、やろうと思って不安感があったと思うんですけど、それが今、夢が叶ってきてる、その、なぜ叶ってきてるのか。ね、僕は、好きなことがあったらね、その好きなことで、どうやったらこう周りの人を喜ばすことができるかっていうのをね、考えたら、それが一番夢に近づく一番の大元っていうかね、じゃないかなと思うんですよ。ね、僕は好きなことを見つからなくて、たまたまその字書いて、そしたらこれでそのこんな風にしたら喜んでもらえるんだっていうのを知れたんで、だからこう夢がない、こうやりたいことがないっていう人もでも、どうやったら自分ができることで周りの人を喜ばせられるかっていうのを考えてたらね、喜ばすというところがポイント。